阪急バス、向こう出張所は、京都府向こう市地と町にある、阪急バスの出張営業所。阪急バスでは2つしかない京都府内の営業所の1つ。かつて存在した7町営業所などの廃止により、向こう営業所として、府内の基幹営業所となっていた。後に、長岡京市や大山崎町内で、路線網の拡充、増便が行われたことで、 1982年7月15日に、大山崎営業所が開設された際に、出張所に格下げされた。なお、運行管理業務は1998年4月1日から、阪急電園バスに委託していたが、2019年7月1日に、同社との合併により直営化した。所在地 JR 向町、阪急東向の両駅から不動733号。 湯原ら公実線などを走行し、京都市西京区上里、大原野の両地区及び落成ニュータウンとの間を結ぶ路線。2011年3月に実施されたダイヤ改正では、各系統ともに、奇襲点を阪急東向こ主体から JR 向こう町主体に、改め、JR との乗り換え利用が改善された。同時に、JR 向こう町阪急東、 無交換のみの運行はなくなった。同改正では、昼間時において、運行間隔が不均衡かつ、ルートの大部分が重複していた63.65の両系統を統一し、全便を南春日町経由とする63系統として、落成バスターミナル行きとした。これにより、JR 無交う町配方間は、パターンダイヤ化されたものの、 66系統と交互の毎時日本体制に厳便された。また、利用率の低い早朝、夕方以降の63系統を南春日町折り返しの65系統に置き換えた。さらに、66系統は改正とともに8時から14時台までの毎時一本に改められた。向こう市内では商店街などの喧騒にあふれた区域を走行し、その後は東山や、 右京の里住宅、上里地域の住宅街を経て、田園風景の中や、この地区の名産品である竹林を抜けるなど、郊外の雰囲気を感じさせる沿線風景となり、西京区内、南春日町へと至る。ここより、落成ニュータウンは目と鼻の先となっており、のどかな田園風景が芝叩たたく間に、ニュータウン特有の住宅街へと様変わりする。 終点の洛成バスターミナルは、高島や洛成店をはじめとする、ショッピングセンター、洛の応用する、洛成ニュータウンの中心街に所在する。また、途中の入方からは、山岳路線となる前方 J の路線が分岐する。こちらはほぼ前線にわたって、対抗の難しい教唱区間が続くが、終着地、前方寺付近からは、京都市内を一望することができる。 系統番号の変遷左から2003年1月27日、改正後、1997年2月7日改正後、それ以前の設定、向こう市のコミュニティバス。南北にルートあるが、南ルートを阪急バスが担当する。南ルートでは交通系、IC カードも利用可能である。JR 向こう町、阪急東向角駅と向こう町競輪場を結ぶ路線。 京都府との随意契約により、無料ファンバスとして運行されている。当初は、京阪バスが運行していたが、同社が運行していた淀川右岸の他の路線とともに、阪急バスに譲渡された。それまでは、阪急東向こう発着便を、阪急バスが、JR 向こう町発着便を、京阪バスが担当していた。2003年3月16日の、阪急落成口駅開業に伴い、 運行を開始した路線。運行開始当初は、阪急落成口駅前発着の4系統を中心に一部阪急東向こう発着の便があったが、廃止された桂線の一部ルートを承継する関係から、924系統と同一のまずめくるまずか住宅前経由で運行していた。しかしながら、京都市営バスや八坂バス、京都交通との競合もあり、 半年後の同年9月の改正より、阪急落成口駅前から JR 向こう町方面へ延伸し、同駅発着主体にシフトされた。なお、落成口駅前落成バスターミナル間は、京都市営バス西4号系統と、同一ルートを走行しており、系統番号も共通する。2008年10月18日に、JR 桂川駅が開業すると、4系統と、 Q24 系統が JR 桂川駅前に乗り入れることになり、この日の改正で平日の朝夕ラッシュ時には同駅発着が基本となった。また24系統については、福西巡環系統と旧桂線区間を走る阪急東向車塚住宅前から JR 桂川駅前系統の2系統に分けられ、後者は本数が保たれた一方で、 全社の循環系統は2003年9月改正に続き減便が行われ、平日土曜日の1便のみの運行となった。減便された福西循環の区間では、京都市 AA バスと八坂バスが頻発運行している。2003年3月16日から2003年9月30日改正まで、いずれも最長経路のみ列挙する。 2003年9月30日改正から2008年10月18日改正まで2011年3月以降2011年3月26日には、向こう、落成地区の大幅なダイヤ改正が実施され、特に落成地区の運行の適正化が図られた。以下、系統別に解説する。2020年4月27日をもって6系統が、土休日一往復のみ残る他は、 各系統とも廃止されたが、残った6系統も2020年12月31日をもって廃止となり、洛西口駅、JR 桂川駅から阪急バスが姿を消した。系統番号の変遷左から2003年1月27日、改正後、1997年2月7日改正後、それ以前の設定。滝の町系統、 ひしわ系統、阪急東向こうから国道171号で、長岡京市へと向かい、JR 長岡京、阪急長岡天神の各駅を経由して、阪急東向こうに戻る路線。かつては71.72二系統を名乗っており、JR 長岡京、阪急長岡天神を通った後に、市内の友岡、久外地区も経由して、JR 長岡京に戻るというルートだった。 しかし、当時、利用の乗客が少ないことなどからともか、区外地区の運行が2011年3月26日の改正で分離され、大山崎営業所による運行となった。また、阪急東向落合橋間は、旧長岡線40系統のルートを、ほぼ踏襲している。なお、JR 向町では、落成ニュータウン線と同様にロータリーには入らず、 駆動場の停留場を通る。ありがとうございます。